はい、皆さんこんにちは。 SYK 代表の北野です。今回はですね、1通で60万円売り上げ、儲かる会社をやっている LINE アットを使った最強のマーケティング戦術についてお届けをしていきたいと思います。この動画を最後に見ていただくことによって、なぜ今 LINE アットを、ね、使わないといけないのかであったりとか、 LINE アットを使うことで、どういったですね、今の事業がですね、売り上げをアップさせることができるのかであったりとか、LINE アットがなぜ、メルマガ以上にですね、最も有効なですね、情報発信媒体になりうるのかっていうですね、根拠であったりとか、そういったポイントについてお届けしていきますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ではまずですね、ポイントなんですけど、LINE アットほど購買意欲を高めるものはないということで、そもそも LINE アットっていうのは、まあ、いわゆるですね、見込みのお客様、まだ商品を購入いただいていないお客様に、まず一旦 LINE アットというクローズドの箱ですよね、の、コミュニケーションを取れる箱、LINE アットにまず登録をしてもらう。そこで、いわゆる一斉にメッセージを送ることによって、お客様に情報をこうやって提供していくことができると。で、その中で LINE アットっていうのはお客様 の購買欲っていうのを高めていくことができるということになるわけなんですけど、まず見込み客のうちのですね、大きく分けて2と8に分かれるよっていう話から理解してほしいのが、今すぐ客2割、そのうち客8割っていう話で、まあこれはですね、いわゆる、ダイエットとかで何でもそうなんですけど、今すぐあなたの商品を高額出しても買いたいですとか、今すぐ脱毛行きたいですって言って、何十万と高額出してくれるお客さんっていうのは、全体の2割しかいないよってことなんですよ。これどの業種とかジャンルにおいても、だいたい1割か2割ぐらい。で、残りの8割のお客さんっていうのは、大体ですね、まあ、興味はあるけど、ちょっとね、脱毛したいんだけど、ちょっとお金がなくて迷ってますとか、いや、興味はあるんだけど、もうちょっと他と比べますとかね、他の会社と比べますとか、比較しますとかね。絶対に買いませんっていう人もやっぱりいたりするわけなんですね。でちなみにこの絶対買わないお客さんっても実は2割いたりするので、業界ではまあ2対6対2の法則って言って、6割のお客さんは興味あるけど迷ってると検討中っていう、まあ2対6対2の法則っていうのが営業の世界で結構言われたりするわけなんですけども、で、このうちじゃあね、今すぐ結構2割をじゃあまず取っていけばいいんじゃないかっていうふうに多くの人は考えると思うんですよ。まあこの人たちっていうのはもちろんホームページとか LP を見てもすぐに電話かけてくれる。いわゆる今すぐ興味のお客さん、いわゆるあれですよね。ジャパネット高田の、テレビのあそこの番宣を見てすぐに電話かける人。ああいうタイプの人です。で、ああいう人たちってのはもちろんですけども、ジャパネット高田ももちろん大手ですけども、大手とか競合にね、これダイエット系のジャンルとかもそうだし、集客系とかどの業種においてもそうなんですけども、大手や競合に取られちゃってるよっていう話なんですよ。大手や競合に今すぐ客は取られちゃってると。ね、ダイエット系だったらライザップとかね、まあ、いろいろありますよね。だから売れないと。で、多くの人はね、この今すぐ客のお客さんを大手に取られたまま、ひいひい言ってるわけですよ。でもですよ、逆に、そのうち客の人がまだいるじゃないかと。この人たちをしっかりと教育をしていけば、この人たちを購買意欲を高めて商品を買ってもらうことができれば、大手ではまだですね、リーチできていない層にもしっかりとリーチをすることができ、売り上げを最大化できるんじゃないかっていう思考で生まれたのがこのダイレクトレスポンスマーケティング。まあ、ことは難しいんで覚えなくていいんだけども、いわゆる LINE アットを使って、とりあえず今すぐじゃないお客さんは LINE に入ってもらうと。で、LINE のアットの中で教育をしていって、自分の商品や価値をお客さんに教えていくことで、購買意欲を高めていって、それで、あ、今すぐその商品買いたいですって手を挙げてくれたお客さんに、はい、どうぞどうぞっていう形で、直接ね、ダイレクトにレスポンス、反応をもらって、その人にだけ商品を売る。こういうやり方っていうのが LINE を使うと可能になっているということなんですね。で、この6割の興味はあるけど購入検討してますっていうお客さんに、もう LINE アットを使えば今すぐ客にまあ教育することができる。これが大体まあ3週間から最短で1ヶ月ぐらいで、まあそれが可能になってくることですね。で、これが一昔前だったらメールマガジンで同じようなことが行われてたんですよ。基本的にダイレクトレスポンスマーケティングってこのメールマガを使ったやり方っていうのが主流だったんですけど、なぜ今 LINE になったのかっていうと、まあ今の時代っていうのはユーザーっていうのは LINE を使ってコミュニケーションを取ってるわけですよね。ご家族とかお友達と。で、なった時にユーザーの人はみんなスマートフォン媒体で LINE を使ってんだったら、僕らも LINE を使わないとあかんでしょっていう話なんですね。当たり前ですけど、今は多分メールアドレスって1人でもね、2個3個持ってる人って珍しくないと思うんですよね。じゃあ僕もそうです。 Yahoo メール、G メール、携帯のあれです。全部毎日毎朝全部チェックして返信してるかって見てないですからね、ほとんど。まあ、うちのね、会社の事務担当のものがうちの会社の問い合わせフォームのメールを一応見てるぐらいで、基本的に僕はもう LINE とチャットアップしか見ないです。もうクライアントとのやり取りしかしないんで。ってなった時に、あれですよ。もう到達率って言ったら、まあ、LINE の場合だったらブロックされないから 100% だけど、メルマガはもうそもそも 100% じゃないんですよね。送ったとしても届いていないとか、ゴミ箱に行っちゃってるとかね、そういうトラブルもあるし、開封率 96% LINE に対してメルマガっていうのは、もう平均 5% って言われてるぐらいですね、100人読者がいたとしても5人しか開いてくれないみたいな、そういう状況になってしまってる。
で、さらに言うと、この登録のしやすさっていうところで言うと、すごく登録しやすいと。ワンクリックで登録してもらう。まあ、僕の、ね、概要欄に自分の LINE って貼ってありますけど、登録してみてください。ワンクリックで登録できると思います。っていうように、すごい登録しやすいんですよ。メールマガはメールアドレスをこうやってちまちま打ち込まないといけないっていう手間が非常にかかってしまう。しかも LINE アットの方が確実に届いて、しかも見てもらえる確率っていうのはメールマガよりも高い。しかも、コミュニケーションのあり方っていうのが、従来のメールマガみたいな長文でコピーライティングを書いてステップメールで送るってやり方から、もう今もう LINE アットを使った LINE アット独自のコミュニケーションしようと実践することでしっかりとうちのクライアントさんっていうのは売り上げ上げてると。だからそう、このやり方っていうのもだいぶメールマガとは異なってきてるんですね。だからなぜ今 LINE をやらなきゃいけないのかっていうのは今言った理由なんですけど、じゃあなぜ今度 LINE は売れるのかっていうことで、まあ、さっきも言った通り、お客さんとの階段を歩いてくるわけですよ。階段の一段目、あなたの LINE 登録したばっかり、まだあなたの商品のことよく知らない、あなたの名前もよく知らないという段階から、ちょっとずつ階段登ってきてもらって、あ、北野っていう人がいるんだな、あ、この人ちょっと面白そうだな、もうちょっと見てみようって言って、あ、こんなサービスがあるんだ、まあ、ちょっと興味あるから聞いてみようかなっていう形で、そこからお客さんがこれを階段の推移っていうのは、購買欲を高めています。購買欲、お客さんの見込みのお客様を今すぐ今まで成長させてあげられる、この全自動エレベーター教育っていうのが LINE アットで完結できるというのが非常に LINE アットの魅力であるということなんですね。なので、今までですね、もううちのクライアントとかでもメルマガしかやってこなかった方が LINE に変えたところで、売上が 1.5 倍から 1.8 倍に上がっているという実際にデータも出てます。っていうように、このメルマガから LINE に変えただけで、他は何もやること変わってないんですよ。売上は 1.8 倍に伸びると。まあ、いうことがありますので、まあ、ぜひね、これからじゃあもう LINE をしっかりとやっていただきたいなというふうに思いますと。で、メルマガのようなちなみにコピーライティングのスキルっていうのも不要で、実際弊社 SYK のテンプレ通り、まあ、マニュアルがあります。うちの場合は24個のテンプレの型プラス8テーマを自分で組み合わせていくことで、ロゴブロックのようにですね、LINE の配信をうまく作っていくことができるようなマニュアル化してうちはやっています。なので、まあ、こういったのもうちのね、タクスの集客支援サービスの方でお伝えをしたりしてるんですけど、まあ、こういった各種 LINE 配信のポイントについてもですね、日々の YouTube ライブとかでもですね、お届けをしておりますので、まあ、ぜひチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。ということで、今回ね、なぜこれからじゃあ LINE アットをぜひ使うべきなのかというテーマでお届けをしてきました。少しでも勉強になった気づきがあった方は、ぜひ高評価ボタンと、そしてチャンネル登録もぜひね、お願いします。また、私の概要欄から僕と LINE の友達になって、ぜひね、集客動画講義のプレゼントしてゲットしてみてください。それではね、今回の動画以上になります。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。では、今回はこの辺で、以上になります。最後にご視聴いただき失礼いたします。あれ、これどうやって消すんだっけ？これどうやって消すんだっけな？レコーディング、あ、こう。